エランドロードはイングランドリーズにあるスタジアム。現在はリーズユナイテッドのホームスタジアムとして使用されている。1897年に開場。1904年から1919 19年までリーズシティのホームスタジアムとして使用され、解散後はリーズユナイテッドのホームスタジアムとして使われている。また、イングランド代表の国際親善試合の開催や UEFA u r 96、 FA カップ準決勝、ラグビーユニオン、ラグビーリーグ、アメリカンフットボールの開催実績がある。また、コンサートとしての開催も多くあり、クイーンや U2、ハッピーマンデーズ、カイザーチーフスらがコンサートを行った。ABCD、エランドロードインフォメーション、wefl.com、2008年4月3日閲覧、クラブレコーズ、 leedsunited.com2008 年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年4月3日閲覧リーズユナイテッドクラブスレコーズ2009年12月3日閲覧リーズユナイテッドレコーズアッチベメンツティドビッツ wefll.com2008 年4月3日閲覧エランドロードベッカンズフォーイングランド bbc スポーツ http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ sport1 スラッシュパーイスラッシュフットボールスラッシュワールドカップ2002 1218645stm 2008年4月3日閲覧リワインドミュージック bbc 2008年4月3日閲覧 youtuber a ツアー2 0 0 5 2 0 u 2 v e r t i g o t o u r c o m 2 0 0 8年4月3日閲覧 Happy Mondays, Questions, Answers, Fun Facts, Informationfuntrivia.com2008 年4月3日閲覧 Kaiser Chiefs Plan Homecoming i n b b c ニュース、h t t p n e w s b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュエンターテインメントスラッシュ7125173 s t m エストゥー2008年5月29日閲覧ありがとうございます